でしょ。見ようかな。よし、僕も頑張れたよね。やったー、お魚さんが釣れたぞ。じゃ、やってみようかな。探検してみようかな。you
ックでも。行くぞ。でも、なんとか勝てそう。こんにちは。いいですよ、それでは。
僕すごいでしょ。僕でもなんとか勝てそう。こんにちは。それでは。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いろいろあるよ。毎度。ありがとうございます。おや？こんにちは。いや。よかろ。
なんじゃ？なんでしょう？すまんの。亀仙人様も歳をお考え。ご所いつランチさん、そろそろ余計なお世話。わわ。この先は何もなさそう。お母さんにはいつも頑張るだぞ。こんにちは。よう。あれ？
な。はい。構わねえだ。はい。なんだ？なあ。ええ。頑張るだぞ。はい。いや、ふっ。のあれ？いいよ。ええ。しょうがねえな。あれ？でも、なんとか勝てそう。好的。
僕でも。なんか僕がやっつけてやる。でも、なんとか勝てそう。でも、なんとか勝てそう。でも、なんとか勝てそう。なんか僕がやっつけてやる。やっほー、やっはー、やっほーけ。はっ、ふりっ、やっほー、やっはっ、やっほー。はっ、ふりっ、はっ、はっ、やっほー。やっほー。でも、なんとか勝てそう。
でも、なんとか勝てそう。 僕でもなんとか勝てそう。
ターだな。僕でもなんか僕がやっつけてやる。はっやっやっほっはっやっはっやっやっやっよしはっやっほっえっやっほっはっそれはっほっやっほっはっはっやっやっ勝ったんだ。でも、なんとか勝てそう。僕でも、なんか僕がやっつけてやる。それ、やっつけろ。やっ、やっ、こう、やっ、えっ、えっ、やっ、こう。僕でも、なんとか勝てそう。はい、行くぞ。なんじゃ、おい。はあ。ほら、そのための部品が、ソン君も。だから、なるほど、わかりました。オッケー。それじゃ。
でも、なんとか勝てそう。Yeah.
見つけたぞ。大丈夫だよね。ブルマさんに届けに行こう。早かったわ。これでよかったですか？うん、問題ありがとね、宇宙船。はい。ごはんくん、出発したらしばらく地球に帰れないから準備はしっかりして。はい。出発の準備はもう大丈夫？準備はもう大丈夫？先にクリリン君とこ。ナメック星へ旅立つ準備も整い、いよいよ出発のため一同はカメハウスに集まった。なんだよごはん、その頭。人類が初めて行く宇宙だから失礼がないようにお母さんが。なるほどね。頼んだぞ。はい。おじいちゃん、毎日を。それじゃ、ブルマたちがナメック星基地にも、フリーザはすでに永遠の先を。フリーザ、そうはさ。そして
ブルマたちが地球を立ち、34日目。ついにブルマたちはナメック星へたどり着いた。やったここ、早速ほらほら反応が。本当だ、やった。クリリさん、それに大丈夫だ。それにレーダーの反応で。そうか、なんだな。気配を消せ、悟られるぞ。はい。ベジータだ。あいつしかいない。フリーザの野郎め、ドラゴンボール絶対に渡さんぞ。ブルマさん、地球にこのことを連絡したら一人だけで帰ってください。俺たちは残ってドラゴンボールを集めてみます。いいな、ゴアン。はい、わかったわ。とりあえず亀爺さんにこのことだけ連絡する。地球に帰ったら孫君乗せてまた来てあげるから、往復で2ヶ月ちょっと待っててね。はい、2ヶ月。ん？いい？そんな。ちょっと、なんでまたあれが来るわけ？いやいや、聞きたいのはこっちですよ。ありました、フリーザ様。おお、よしよし、これであと3つになりましたね。大切に持ってなさい、ドドリアさん。ベジータが狙ってるらしいですからね。はっ！フリーザ様、たった今ベジータを追ってキュイが到着しました。そうですか、早かったですね。それと少し前に現れた2つの大きなパワー反応は突然消えたままです。反応のあった地点を探らせておりますので、間もなく正体がつかめるでしょう。まあ問題は私に逆らったベジータの始末ですけどね。まったく、この私を差し置いてドラゴンボールを手に入れようなどと考えるとは、見くびられたものです。ベジータであればキュイがそのまま始末に向かうはずです。あの二人は嫌い合っておりましたので、実力はほぼ互角のはずですから、どちらにしてもベジータはただでは済まんでしょう。逃がさんぞベジータ、このキュイ様が片付けてやる。孫君たちに伝え、それじゃすぐに孫君を。クリリさん、え、違う、ベジ、この辺りのはずだが。ん、え、ナメック星人じゃねえみてえの。見たかよこいつら、ただの旅行客か。逃げられちゃ楽しい。よし、運の悪い奴らだぜ。ごはん、木を解放しろ。やるぞ。はい。こいつらの格好、サイヤ人が着てたのとそっくりだ。なんだ、この戦闘力のスーツは。よし、クリーター、やった。
フリーザ様、先ほどのまた戦闘力が一瞬上昇し。それは妙ですね。はい、ベジータとは反応が違います。1500放っておいてもどうってことは、今度見つけたらベジータの始末は。聞こえ、フリーザ様の命令だ。これで堂々と貴様を殺せるわけだ。笑わせるな、キュウイ。俺様の戦闘力ふん。周囲の野郎、俺を見くびっているようだな。ちょうどいい目障りだ。片付けてやるぜ。今は奴を倒すのが先決だ。この先に行く必要はないな。まさか貴様の方からやってくるとはな。よほその戦闘力じゃ。この俺が地球に行け。戦闘力の19000、22000、22000。ベジータにセットしたスカウターの数値に。お前のスカウターは旧型だからな。そんなバカ。俺の新型もこ我々の戦死ね。俺とお前は互角の強さのはず。抜けねえ。この俺は絶えず実戦で戦っていたんだ。地球じゃ死にかけたほどの戦いだった。フリーザのところでぬくぬくとしていた貴様といつまでも互角だと思うか。やりっこ。
手伝ってやるぜ、フリーザ様。いや、フリーザは俺も前から気に入らなかったんだ。悪くねえだろ、くだらん嘘をベラベラと、とことんムカつく野郎だ。ヤリックホーン、花火だ。はあ、ベジータのサリと。驚くことはないでしょう。ベジータはそれにしても無謀でしたね。フリーザ様、あちらの方向にナメック星人10匹ほどの反応が。わかりました。持って5つ目の座、行きましょう。まずラストいいわね。乙女には準備ってもんがあるのよ。ああ、修行の成果を見せてやる。身を隠すのにちょうど良さそうだぞ。あんなとこでいつまで暮らさなきゃいけないの。あ、クリリンさん、向こうに木を感じませんか。あ、本当だ。さっきの連中とは違う感じの木だな。今度こそナメック星人かも。あっちから別の怪しい木が近づいてくる。ブロンさんも早く隠れて。絶対にさっきやっつけた奴らの仲間ですよ。え？来た。行っちゃった。ブルマさん、ドラゴンレーダーで
確認して。4つのドラゴンボールが持っていたのは、そうよ。いやごはん見たか。はい、ものすごい力を感じました。あのチビ、ベジータより、ベジータよ、あんな奴らからどうやって。ブルマから連絡を受けた亀仙人は、悟空だが、この悟空が赤ん坊の頃乗ってきた新しくできた仙図で一気に。それじゃあ、オラ行ってくる。早速、宇宙船の人工重力装置を使って。ねえ、さっきの連中、ここに。俺、そこに行って様子を見てくる。僕も行きます。ちょっとは。ここの方が。分かったわ。ごはん。はい。非道のフリーザ一味、ナメック星人の少年を救え。やっぱりナメック星人さんたちの村があるんでしょうか。多分な。わかってるな。神様やピッコロとそっくり。私はドラゴンボールとやらはここに。知らん、そんなものは持っておらん。いえいえ、ザーボンさん。これでお分かりのはずでしょう。これ以上意地を。ドラゴンボールを集める目的は。なーに、つまらない願いですよ。私に永遠。今夜、子供には絶対手を出さんと。そうそう、初めからそうすればよろしかったんです。これをついでに。ドラゴンボールは。ふざけるな。やれ、やっぱり。逃げろ、デッデ、逃げるんだ。はい。さあ、
しまった、スカウターが。これでもう我々を見つけられまい。皆殺しだ。こんなガキぶっ潰してもつまらねえがな。まあとりあえず死ねえ。やめろ。なんだてめえは。お前なんか僕がやっつけてやる。ごはん